皆さんこんにちは。第2回コンピューター将棋最弱決定戦の今回は14回戦の模様をお届けしたいと思います。今回の将棋は将棋ウォーズ対 WYK 将棋ですね。でご覧のように将棋ウォーズは4勝0敗でトップを一走っています。そして駒尾は逆に0勝4敗でビリッケツの道をひた走ってますね。そしてウォーズを追いかけているのが3勝1敗の壺将棋、そして、0勝4敗のビリッケツを追いかけているのが、1勝4敗で全ての将棋を終えているペガ将棋ということになりますね。今回の将棋で将棋ウォーズが WYK に勝つことができれば、まあ、5勝0敗で文句なしね、単独で優勝が決まりますね。でしかし WYK が勝ってしまいますと、将棋王座4勝1敗で全ての将棋終わりまして、で最終局ツボ将棋対駒尾の結果次第では、単独優勝ができずに、まあ、2者同率で優勝ということになってしまいますね。まあ、ツボ将棋は最終局駒尾ですから、駒尾は、まあ、今弱いですから、ツボ将棋が勝つ可能性は結構高いわけですね。ということは将棋ウォーズとしてはこの WYK 戦としては、単独で優勝したいのであれば落とせない一戦ということになりますね。はい、それではね、対局場にご案内いたしましょう。はい、将棋ウォーズが先手ですので、先手でスタート、こっちを先手ですね。そしてお前が後手だ。はい、対局開始お願いいたします。はい、2六歩から将棋がスタートですね。おっと、これはいきなり7八飛車、3二飛車戦法か。しかし今飛車先の歩突かれたらどうしたんだろうね。さあ王様の守りを固める。さあ角道開けて、しかし角道開けてくれるんであれば角道、そうですよね。そしてお、角は上がるのか。へえ、不思議な手ですね。おっと、これは挑発、格闘譜戦法、しかしそれを相手にしない将棋ウォーズですね。しかしこれ格闘譜戦法っていうのは結局何の意味があるのかという。そして王様を飛車側に囲う、これは台振り右玉ですね。結構私も、おーっと、5一玉はちょっと、これは手損してるとしか、そう、結構ね、この台振り右玉でね、ちょっと悩まされることも結構あるんですけどね、将棋ウォーズやっててね。さあこれは将棋ウォーズとしてはまあバランスでいこうという話、作戦でしょうかね。さあこれは飛車先を伸ばして、お互いに角の頭を伸ばしていくという将棋ですね。不思議な顔図が。さあこれ、しかし WYK としては囲わなくていいんでしょうかね。そしてなんか中住まいなんだけど、一番真ん中にいるのが金という形になってますね。中住まいというよりもなんか、おーっと、これはなんかちょっとひどい。あ、そしてついに飛車先がさばけそうとし、さばけようとしている今日この頃で、これは飛車ぶつけるぐらいしか手がないと思うんですけどね。あ、歩を打つ手もあるか。しかしこれではまた横歩取られる手も気になって実際取りました。しかし悠々と端歩ですね。そして中央に行く、ほうほう。そしてまた中飛車に戻ると。そして飛車を圧迫して、ここに行くんかい、ここですか。なんか飛車詰まされ、まあ、でも、あ、しかしそれやってしまうと飛車が慣れてしまって、実際慣れてしまいました。これはさすがに将棋坊主が優勢と言うべきなんじゃないでしょうかね。そうですよね、こうやると竜は逃げたい放題ですからね、逃げ、いくらでも逃げられますね。さあこれは竜はスルスル逃げて、まんまと竜ができてしまって、どうなんでしょうかね。そして金が、こっちの金が上がったわけですね。さあ銀が上がって、なんか怖い形ですが、ここで歩を、歩を打ったんですね。これは同歩だったら垂らしの歩とかを、あ、垂らしの歩とかを狙ってんのか。あ、違う、今ねこう2四歩って垂らしかなと思ったんですけど、そうではなくて竜を引いてその歩を守っていくというちょっと不思議な展開になってますね。さあ角が上がるのは意味がよくわからないが、この銀が浮いてるから狙っていこうということですかね。しかしそれをせずに竜の、
将棋坊主としてはもう優勢なんですが、あとは決める優勢を拡大するにはどうしたらいいかという課題が重くのしかかってますね。そしてここに歩をついて、あ、銀上がったのか、銀上がりまして、そして角の逃げ道を開けたということですね。そして歩で、封鎖して、うん、竜を引いたわけですね。まあちょっとね、それやられる前にこれ2四歩という垂らしをしたかったですけど、それをこれでまあ銀に、まあこれ垂らし振るの遅えっつうの、それちょっとさ、ポナキュウジ、ポナキュウ10、4級さ、ちょっとさ、ね、解説の声聞きながら将棋指すのやめてもらっていいですか。ちょっとコンピューターのくせに耳持つのやめてもらっていいですか。コンピューターほら、マスク、口にマスクつけてますけど耳にマスクつけてないですよね。あれ今何やった、あ、こうやったのか。ちょっと角をいじめて角が逃げたと。しかしこの歩は払わざるを得ないと思うんですが、払わなかったわけですね。しかしこれはと金ができてしまって、やっぱり将棋坊主が優勢でしょうね、これはね。銀取りは受ければ受けるべきからずですかね。まあ両取りなんでね、銀桂両取り、受けるべからず。そしてこれは意味がわからないですね。そして悠々とと金が回収に伺ってますね。さあこれでまた飛車国両取りとなってしまって、さすがにこれ将棋坊主は負ける道理がござらんという、そういう感じになってきましたね。そして角もパクリと取られてしまっては、5三の時に負けなしと言うべきだろうか。そして王様を見捨てて飛車を守るというわけではないのか。うん、そしてここはちょっと、あ、そっか、まあこれ、まあ、これはいい手ですね。同飛車だと竜が入ってきてほぼ受けなしになります。同金でもやはり竜が突っ込まれて王手で受けがないというか、その合駒利かずになってしまいますから、この歩、これめちゃくちゃ痛いですね、これ実はね。どうすんだろう、これ痛いよ、これ。あ、同飛車ですか。しかし、これ、あーっと、これは即詰みではないですよね。即詰みではないですね。即詰みでは、即詰みではないんですが、同玉で、まあ、王手飛車はかかるってことですね。王手飛車、これはちょっと万事休すという感じがしますけどね。まあ銀合い、まあそれ、これしかないとこですよね。そして角、あ、また王手飛車、二重の王手飛車をかけて、いや、これはひどい。あー、飛車で合駒、これでは詰んでしまいそうだ。これは詰んでしまいそうですね。そして、あ、そっちに、あ、ごめんなさい。あ、間違えた。あ、でもいいですよね、別にね。いいですよね。ならずだった、間違えた。でも、詰ましてくれればいいですよね。あ、罪ですよね。これ罪ですよね。うん、罪ですよね。あ、ふ。ちょっと今ミスっちゃいました。6、7、角、ならずなのになっちゃって、間違っちゃったね。でもこれで、あ、はいはい、大丈夫大丈夫。体勢に影響はありません。体勢に影響はありません。将棋に影響してないんで、これはもうセーフでということにさせてもらいますね。うん。はい。まあ、そんなわけで、順当勝ちというところでしょうかね。将棋坊主練習対局が WYK との対局をもう軽くこなして見事に優勝を決めました。チャーンチャーンチャーチャーンチャーンって感じですね。だからまだ終わってないです。まだ終わってないんですけど、これで優勝は決まりましたね。第1回将棋、コンピューター将棋最弱決定戦では相当悪い成績を収めていた将棋坊主練習対局では、第2回ではなんと全勝という素晴らしい成績をね、収めましたね。そして WYK は2勝3敗というね、まあ初出場としてはまあ検討した方かもしれませんね。そして最後の対局によって、ビリッケツが決まる必見の将棋、皆さん続けてご覧ください。じゃあ次の動画でね、やりますのでよろしくお願いいたします。